天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんははいこんばんは天才ピアニストの武、はい、内ですすでおりいり頂いておりますのでご紹介しましょうありがとうえっとですね待ってくださいよえっ、ー、となん,なんとね、うん、クラッカー界のレジェンドさんから、ね、えクラッカー界にレジェンドとかあんやあクラッカーっていうのはどっちのあのー、あーリッツとかの方なのかうん そっちやとしたらリッツですよねクラ,クラッカー界のレジェンド,カーカーェンドいやあっちかあっちかあのひも引っ張る方か <laughs> でもアメリカンクラッカーみたいなのとかもあります何アメリカンクラッカーってえあのなんかさこう2つ玉がついててカンカンカン,カンああはい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 どれかはもう分かりませんすいませんあなたなりのクラッカーのレジェンドで私はあ、あのリッツパーティーでオッケー信じたいなと思ってます はいえー、私は男なんですけど、うん、美容院で髪を切っています、うん、今のところ8年ぐらい通ってるんですけど、そろそろ髪を切る場所を変えようかなと思っています、うん、美容院ではなくて床屋に戻そうかなと、<う>利用し免許がないとできない顔そりもしてくれますし、うん、おしゃれな床屋も最近は増えてます、年、うん、を重ねると、美容室よりも床屋の方が落ち着ける感じがするんです、うん、ただ、8年も通ってて、いきなり去るのは忍びないなと思っています、うん、お二人が私の立場ならどうしますか、特に気にせずに、他のサロンへ行けますか。 あーまああのー、私も結構長いこと通ってたサロンがあるんですよ、うん、地元奈良にいてる時は、うん、えどれぐらいそれこそ6年7年ぐらい、はい、通ってたとこがあったけど大阪に引っ越してきて、うん、まあ変えざるを得ないというかそうね。感じになったけどやっぱ最初はねそのやっぱ同じ人にずっと切ってもらってたからうん、うん、その人に。 会ええなないいいってううのが寂しいなというえそんな育んななでたそそうやな、えー、その人に言うと2ヶ月に1回ぐらいは会ってたから<ー>会えないのが寂しいなと思ってたけど、うん、今言うと大阪の美容院の方に帰って、うん、で基本的に大阪で切ってるけどたまに地元に帰った時に 1>,、うん、だから1年に1回ぐらい、うん、顔出すというかはははいはいはい、はいうん、みたいな感じで今でもたまに行ったりする。 なるほど、ね、もう今は1年ももっとな2年に1回とかパッとその人が出勤してる日にはい顔出してまあ関係性ができとったらねこのレジェンドがどうなのかは分かりませんけど、うん、まあ人間関係もあるかでも8年もいとったら多分そこの店の雰囲気が好きとかもあるやろうけどおそらく一人の美容師さんが気に入ってて行ってるんじゃないかなあそういうんじゃなかったら別に立ち去れるもんなうん まあ、余裕で立ち去っていいと思うんですけど。そうやね。お店はね私は何回指名してようが、まあ、その何年単位とかで行ったことないけど、うん、いきなりどっか行きますね。 でも、それはちゃんと理由があって立ち去ってるんですよ、うん、その人の気に入らんとこがあるから立ち去って、だからそれはあなたは、ちょっと言う言って伝えることはできないけれども、うん、去った理由は頑張って考えやって思うんですけどこっちはあれですよ、あの初見で1回目でホットペッパーで安いから毎回変えてるわけじゃないよってこと、ね、ないよ、うん、そういう人見てるやろけど、こんなに通ったのにいきなりどっか行った理由は考えやって思うんですけど。うん、理由あるんだよ そそそうそうそう,そうなんですよね,すよねまあ確かにな、まあ、い一発あい挨拶するっていうのもいいですけど、うん、なんかあのこの方はさほんまに物理的にいけへんくなったわけじゃないやん、うん、それで帰るんやったらもうなんていうの正々堂々すみません、うん、もう来月から引っ越しますのでとか来、うん、れなくなるんですって言って、ね、なんか一発お菓子でもさ。 なるほどな渡して挨拶行けるけど、うん、<laughs> ふんわりなんか床屋ええー、なーっていう床 <laughs> っていうスタイルやもんな <laughs> とこや行きてえなーっていうのって、うん、なんか正直には言われへんやん別に悪いことじゃないで悪いことじゃないけど美容室に伝えてもああええー、ってなるやん強豪他社やから、ね、うんどうしたらいいんすかね別に私は8年行ったからと言って黙って立ち去っても、うん、向こうからしたら、うん、あ何か理由があったんだなってだってお店ってそういうものでしょおそらくやけどこの 急に店を立ち去りにくいのは、うん、次の予約をして帰るんでしょうね多分あーほんでだあれ次は、ね、っていうふうに、ね、<laughs> じゃなかったらさ毎回電話とかホットペッパーで予約してんやったらうん、うん、別に帰り際も何もいらんやん、うん、ああしれっと消えへんなったなぐらいの感じではあるけど、うん、はいはいはい、はい、お店に寄ったら次回の予約取って帰ってくださいみたいな感じで絶対理由を言わなあかんことになるのかそう、ね、ならあわかった ああ、知り合いがね、床屋始めるんですよ。来いって言われちゃってね。<laughs> っていうのと。一回来月行ってきます。で、うん、また予約は電話しますわ。うん。でも来へんやろ、もう。か、でも、そのさ、8年間ずっとお世話になってるところ、もう嫌でやめるわけ,じゃるわけではないから、なんとなく床屋がいいっていう。何回かに一回行くのはどうですか普通に。まあでも床屋の方がよかったらもういきたないね <laughs> <laughs> だってだめ。もうそう、気遣うためだけに行くもいいやろ。美容室まあそうやな。やろ。 気使うためだけやったらやめときなさいやけど、うん、その人が好きで、うん、会いたいっていうんやったらそれは言ったらいいな、うん、美容師さんのことが普通に人間として好きで、うん、会いたいと思うやったら美容室の方が気に入ってても、うん、たまに会いに行っ3か月に1回ぐらいとか5回に1回ぐらい行っ,ってもいいんじゃないまあ確かにほんでこの方の年齢によってはお前の友達が今から開業するとこうやってないやねんみたいなことにもなるか。 今から開業っていう年かもしれへんもんな。あそうかそうか年齢わからへんも、うん。うん。どうやろうなまあでも、かまもうなんか言い訳して。うその方便でさ、うん、あの、ちょっと引っ越しで。ででも奥さん、地域の床屋入っていくとこ見られたらどうすんのえ、もうそれはもう黒い。はや帽子深かぶりして、グラスにして行ってください、両親 <laughs> 室。なんで毎回床屋行くのに緊張感持たなあかんのよ。ちょっと周りを見て。周りを見て、サングラスして。うん、怪しまれるわよ、そんなの。 でも分かる床、ね、屋っていいよな,なんかめっちゃいい床屋で切ってる男性かっこいいえそれはちょっとまた話変わるわなんかいや床屋ってあんま知らんねんあんまり知らんねんけど、うん、めっちゃざっくりとしたイメージで、うん、知った小ばさんじゃないのねバーバー的なはいはいはいバーバー的なねあーバーバーそっちかあの言ったらもうガラス張りで 見られてるとこじゃなくてってことやんなうそ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 うの紳士的なうそ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 ショートシチさんみたいなうじのちょっうクラシックうイメージですそうそうそうはいそうそうそちそう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 そかそう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 うそそう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 う なんでキャラクターやねんで中井貴一さんの次カツオやねんおるやろいっぱい中島とカツオが行ってるとこやろで荒川よしよしさんが行ってる感じのとこですよああそうやねうんまあ荒川よしよしさんは行ってるかもしれんけど美容室かもしれませんよそれはすみませんほんと黙りますけれどもえそうですねあのさ全然話変わるけどえ全然話変わんのあ嘘そそんな変わらへん美容室よかった話よかったよかった美容室で出てくるクッキーとかあめちゃん食べれる 美容室で出出ててくるきたことない私カラーもやらんしパンもやらんから全然ただ切って終わりやからカットだけか何の間時間もないよドリンクとかも出てけへんしそうかクッキーなんか出てくるのえマジでほぼ出てくるんちゃうかな8割9割くなんかまったりしてる間にうんそれこそカラーやなカラーとかパーマするときに絶対出てくるんですけどまあ飲み物はまあ出てきますよね出てくるんだけどうん みたいなのと飴ちゃんとか,んかと小皿にお菓子くれはんねんけど、うん、飲み物はまあ飲むねんけどこれ食うてる人見たことないけどこれあそうなん、うん、えそれいらんってことそのタイミング的にじゃなくてなんか衛生的に気になるいいやいやいや全然衛生的には気にならへんちゃんと個包装やから大丈夫やねんけど、うん、えあれか結構しょうもない感じのってことしょうもないやつもあれば美味、うん、しい系のやつもあるんよでもなんか、はい、今これポリポリ食べる 人あんま見えひんなってああそうなんや、うん、みんな見え張ってあれかないやそうやねなんか恥ずいというかあれたなんか全部完食して帰る人あ<ー>マジで肝も育ってんなと思うよな結構あそうえ真須、ま、ちゃん食べへんのあめちゃんだけ一個食べたりとかしたことはあるけど、うん、まあそれ以外のなんかお菓子はえでもそれはさその言ったら前に置いとんって置くんじゃなくて、うん、はいどうぞっていう感じで出されるってことやな、うん 森で出されるそうそうそうかごを置かれるわけじゃなくて一人用の小皿に何点かお菓子と飲み物と置いてくれはんね雨もいらんなでもちょっといやクッキーとかチョコとかええんちゃんあかん食べるいやまあ出たら食べるかなあれなでも結構みんな食べてないと思うなあそうなんやみんなどう意見を聞かせてそれまずそんなの食べたいなと思う時もあんねんで はい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 。食べたいなーと思うんだけど、これ今クッキーボリボリちょっと恥ずかしいなーっていう。えぇ、ー、いや、もっと舞台上で恥ずいことしてんねんから <laughs> いや別に。してないしてない、私なん何千人が見てる前でな。<laughs> やってんねんから、その、何にも恥ずかしいことないクッキー食ってんなんか誰も見てない、あなたが。ああ、いつクッキー食ったよ、太っちょーって。<laughs> そうやな、ね、太いからクッキー食べてるやん、<laughs> とか。いやいや、思わへんって。なぁ。普通、これは、あの、出されるけど食べへんやつやで、みたいな、あるやんなんか。いやういうまあまあまあ,、まあ、まあまあ、その文化でな。 礼儀作法みたいなでね。例えばが出てけへんけどさ。さ、うん、例えばは一個も出てけへんけど、なんかあるな、そういうの。なんか、え、ちゃうね。それはほんまは出てけへんねんで。残すのが礼儀やねんで。そう,そうそうそう。礼こそ出へんけど。<laughs> うん、礼は一個も出るかもへんけど。カニの水は飲まへんねんで、みたいな。うん、それはまだちゃうも。それ全然違うよ <laughs> それ全然違うよ、ますみちゃん。フィンガーボールは飲まへんねん。え、いやフィンガーボールは飲んだあかんやフィンガーボールやったっけフィンガーボーターフィンガーボールって何フィン何だっけあの、手洗いやレモン水な。はい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 。ええ以上はははないかな。HAAAA よな。ええ、そうやな。あ、アメコミみたいな感じ。 上手に上手に終わりの時手挙げてくれへんほんなト遠くの分からへん時あるから終わったっていう時あるからね聞いてなあるいつもね疑問に思ってああなるほどなそんなんあるやん床屋さんとかってそんなんはないかご飯ご飯っていうか食べ物系はないんかなと思うけどねでもさ床屋さんってね昔おじいちゃんが行ってるとこについていくみたいな子供にはんかおやつくれたりせへん それ何かななんかさチューイングキャンディガムみたいなあっトーマスみたいなそうトーマスシールあれ好きなあれ好きやなあれ好きやなってあれ好きやなじゃなくてあのさシールなはいはいゲジ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 ってやってやるやつだろしゃべるそうやつ爪で削ったら絵映るみたいなゲジ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 やらしいね ラジオで。こするマイブこそしてくれてたけど、ラジオの皆さんは知らないから、それね。あれ、なんか美味しいよな。あれ、料に美味しいよな。うん、なんやろな、わからんけど。あれ、くれたりしてたんですよ。子供に、えー、だから、で、なんか、本、本とかもいろいろ置いてたりして。うん、確かに、と、こうやって落ち着く。なっていうの、思いますよね。うん 変、まあ、え,えていいいと思いますもしあまりにもお引き目があるようであれば嘘をついたりだとか変装をしたりだとか菓子折りを持って行ったりしたたまに行くなりねそうレジェンドさんねお任せしますよチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどう,どう